皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。昨日からすごく雨が降ってたでしょ、昨日は京都で夜ね、カンフルの練習があったんですけども、はい、こんな感じでね、雨の中、はい、肉球グミを見て、そしてこちら京カルネですね。で、ニッシュカルネと京カルネ、はい、昨日の晩ご飯でした。こちらはですね、朝日が差した中にね、こうしじみ蝶がうちのキキョウちゃんに泊まっててくれたので嬉しかったので撮ってみました。逃げないで映させてくれました。はい、そんなわけで今日の本番無事に終わりました。ありがとうございました。晴れててね、お天気もなんとか持ってくれてありがたいなと思ってます。それではともしび号の宣伝行ってみましょう。総集編です。今日は、5月にね、ともしび号でスタートしたんですけども、夏の間お休みしてまして、秋は9月の22日の三山の里での演奏がスタートとなりました。はい、ということで後半戦のねともしび号、このように三山の里、お天気にもなんとか恵まれて、はい、この日ね9月22日スタートいたしましたが、このともしび号と行く音楽隊というのはですね、新しく11月26日にオニクルが市役所の前にできるんですけど、複合施設ですね、プラネタリウムがあったり図書館があったり、そして音楽ホールがあったり、で子育て支援センターが入っていたりという形で、いろんな形で、茨城市でね過ごされている皆様が交流の場として集うことになるであろう施設、こちらのねプレイベントとして、はい、このようにともしび号と一緒に回っております。まあ、そんなわけでですね、いただいたお写真も増えてきましたので、まあちょっと総集編という形でさせていただいておりました。今のが9月22日ので、はい、その次が10月の5日、岩倉公園ですね。立命のすぐ横の施設ですけれども、子どもたちが夕暮れ遊ぶ中、こう、ともしび号のね、泊まってる中で、はい、演奏させていただきました。この日も天気がねちょっとドキドキしたんですけど、最終的に晴れ間もあって良かったかなと思ってます。雨にもなんとか降られずに、はい、皆様にも楽しんでいただいて、たくさんの方が聞いてくださって、私たちも嬉しかったです。はい、そしてですね、こちらですね、こちらは先日、10月の13日の金曜日、もう13日の金曜日と言ったらね、なんかある映画が有名になってましたけども、今回に限りはとても良い10月の13日になったんじゃないかなと思います。というのがすごくね晴れましてですね、山の上はもう気候も良くて最高にね過ごしやすい中で演奏会させていただきました。この日もねたくさんの方がねいらしていただいて、1回目よりも2回目という形でね、2回目の三山の里の公演盛り上がっていたように思います。このようにいただいたお写真もねたくさん増えてまいりまして、トリプルオカリナ、インディアンフルート、そしてミュージカルソーで演奏させていただきましたが、新米の旗をバックに、はい、新米の美味しい季節ですねということでですね、たくさんいろんなものを買って帰ろうと思ったんですけども、はい、お財布忘れたマイカさんでした。チンということでですね、またね機会があったら三山の里に買い物に行きたいなと思っています。ということで三山の里の最後の公演ですね、まあ、10月の27日、はい、一緒に写っているメンバーですけども、右2人がバイオリンの山口直江さん、ピアノの日浅恵久子さん、この2人が、10月の27日演奏に来られます。で、こちらね、X って分かります？旧ツイッターなんですけど、音芸居がスタートしました。私も、ちょっと記事を書かせていただいてます。あ、こちらは、10月の13日の三山の里での、アイスクリームです。すごく美味しかったです。私は、これ何だったっけ、かぼちゃとぶどうをチョイスしました。美味しかったよ。はい、こちら三山の里のお野菜なんですけど、私たちが演奏終わってから見たらもうほとんどテーブルは空っぽでした。はい、ということでお野菜を買い求めの方はコンサートの前に買われるといいですね。こちら、お野菜買うレジのところにもこのようにともしび号の、はい、チラシが貼ってくださってました。10月13日にマーカーがありますね。こちらは、昨日10月14日、土曜日にですね、美穂ヶ丘の方で、公演させていただきました。美穂ヶ丘の南公園、ややこしいですね、南公園で公演です。はい、この日はソプラノの川崎舞子さん、そしてピアノの石原光代さんで
さまざまな秋の曲をお届けいたしました。ともしびごとい音楽隊10月の末までまだまだいろんなところを回ります。今週はですね、今週って言っていいのかな、明日から今週になるんですけども、10月の21日土曜日、お昼の3時15時ってやつですね、お昼の3時ね、おやつの時間ですに、春日丘八幡宮さんの方で、フルートの川中志保さんと、そして私斉藤舞香で皆様に楽しい時間プレゼントしていきたいと思います。それではまたね。